こんちゃん翔太です。今回なんですけど、本日10月12日の更新情報を見ていこうと思います。めちゃめちゃ多いんで、サクサクいきます。で、本日限定の超お得ドローで、10枚すべて SB プラス以上の、ガチャが来ていますね。これ課金ガチャなんで、まあ、課金ガチャじゃないですね。本日限定超お得ドローっていうところで、これ皆さん引くことをお勧めします。あ、違うな。あ、ごめんなさい。3回目にこれらのメダルが確定になるんですけど、今からこれを引く必要は正直ないですね。ないです。はい。で、続いてですね、ポイントドローがリニューアルされました。はい。私、先日めちゃめちゃ引いたところなのにかなりショックですね。で、これ、見てわかるように最新の5周年メダルが入ってるんで、もう今、引き時だと思うんで、引いていきましょう。はい。で、ハロウィン系のイベントがやってきますね。毎週3000ジュエルプレゼントと、ログインボーナスでお化けクッキー300個手に入ります。で、デイリーミッションでお化けクッキー最大210個手に入ります。で、常設デイリーミッションが変わりました。だいぶ変わりましたね。4つしかなかったです。先ほど見ましたけど。で、ハロウィンイベントが来ます。で、ハロウィンイベントをクリアするとお化けクッキーをゲットできます。で、本日限定ですね。もうちょっと、あとちょっとですけど、マルシャ戦が、やってます。で、これをクリアすると、お化けクッキー100枚手に入ります。で、ゲリライベント来ています。で、これクリアすると、お化けクッキー50枚、神秘の、魔石10個手に入ります。で、マリシュスパイダー討伐戦が来ていて、お化けクッキーなどが手に入ります。で、日替わりのマニーイベントが来ているんで、マニーなくなっている方はこちらおすすめいたします。で、レイドイベントでもお化けクッキー最大50個手に入るんで、今週はまあ、それなりにやりましょう。で、スキルボード来てますね。まずですね、スキルボード、スキル強化ボード A が、ルクス系のアビリティが入っています。ルクスアビリティ足りてない方は、ここで補充をお勧めします。で、スキル強化ボード B が、アタック系の、最新メダル、最新スキル入ってるんですけど、ガーズアップ4だけは、なかなか出してくれないですね。ちょっとそこが残念です。復刻はまあいろいろ来てるんですけど、このスキルはもういらないスキルになっちゃってるんで、まあこの見た目が欲しい方は買ってみてください。で、今週の、集課金なんですけど、今週は正直ですね、まあお化けクッキーが欲しい方は、取ってもいいのかなっていうのと、まあ、スキルがめちゃめちゃ強いですね。ルクスにアタック XL7100%。これ最強のルクススキルなんで、急に来ましたけど。これらが欲しい方は、やること、収課金することをお勧めします。で、ハロウィンイベントですね。10連お化けクッキードローというところで、お化けクッキー100個消費することで、この、ハロウィンソナのガチャが引けます。で、このハロウィンソラの性能なんですけど、結構強いですね。攻撃力は低いものの、アビリティに弱点特攻がついているっていうのが、まず差別化ポイントです。で、一旦パワー属性のメダル攻撃力プラス8000。で、光攻撃力、攻撃力10段階、敵の光防御、防御10段階ダウン。で、ギルト220%、ゲージ5回復、カウントリセット8連続アタック。カウントリセットあんまりないんで、かなりいいと思います。これまあ一応無課金のメダルっちゃ無課金のメダルになるんで、めちゃめちゃ優秀だと思いますね。で、一旦パワー属性のメダル、プラス1万。で、自分攻撃力、パワー攻撃力か15段階、敵パワー防御力15段階、ゲート 300% カウントプラス5、ゲージ5回復が、スーパーバーストに来ています。まあ無料で出れば使えるパワーのアップライトとして使えるかなっていうぐらいのレベルではありますね。で、これですよ。これ SB プラプラのバニッツの試練。これ私ちょっと引こうか今迷っています。で、今回からちょっと仕様変わったみたいで、引くまで値下がりかつ10回目ドロー。5周年と同じ、ジュエルの消費量になってますね。1回目2700、2回目2200、2100、2000、1900、残り、1900×5 で、もう、天井が来るんですけど、まあ、3000×5 よりは高くなっているんですけど、まあ、いろんな100枚メダルが手に入るっていうところで結構優秀かな、優秀というか、これはこれでありかなと個人的には思っています。でですね、これのバニタスの思念が、最大攻撃力51140。またちょっと上がりましたね。51140か。で、これ私ちょっと取ると思います、おそらく。
というのも、PVP メダルなんですね。私今ちょっと PVP 頑張ってる派の人間なので、取ろうと思っています。で全体一旦全メダル攻撃力プラス8000。で、自分闇攻撃力プラス15。敵の闇属性防御15段階ダウン。牛丼 220%。で、まあ、バフデバフは微妙っすね。ただ、まあ、それは他で補えばいいんで。相手が麻痺状態だと技の威力アップ。なんで、まあ、パラライズなんちゃらと、組み合わせで使うのがいいと思います。で、ガード貫通 35%5 連続アタック。で、これ、麻痺状態だと 156.95 倍も出るんで、こんな倍率から、この攻撃力からガード貫通なんてした日には、もう、相手はもう、かなりかわいそうですね。で、スーパーバーストもスピード、攻撃力プラス12000で、闇攻撃力15段階アップ、闇防御力15段階ダウン、ギルト 320% アップ、ガード無効、このガード無効がついているんで、もう PVP 完全メダルですね。まあ、反射がついてないんですけど、まあ、そこはちょっと以前のバニタスとちょっと差別化ポイントではあります。火力はこっちの方が出ますね。で、ハロウィンイベントが来たことで、このストラトナグーフィー C っていうのが情報修正されるようなので、まあ、それはちょっと楽しみにしておきましょう。はい。じゃあ、最後にですね、本日限定の10枚ドローだけやって終わりにしようかなと思います。まあ、ソラストライクフォームですね、今というか、私がずっと欲しいのは、もう何枚やっても困ることないと思ってるんで。なるほど。はい、それでは今回はここまでにしようと思います。これからもインデンクロスとダークロードの動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。